ヴィッセル神戸の新監督に決まったファン・マネール・リージョなんですけど、まあ彼って過去に最強のバルサを築き上げ、今マンシティのマンチェスター・シティの監督をしているペップ・グアルディオラがすごい惚れ込んだ人物らしいですね。まあ、ペップの、なんですかね、尊敬してるというか、ペップの基礎を作った監督は誰だみたいな質問で、クライフとリージョだとまあ答えたらしいんですけど、まあそのリージョを、まあかつてバルセロナで会長選挙があった時に、まあヨーロッパの結構そのレアルとかバルサとかは、ソシオが選挙で会長を選んで会長が決まるんですけど、まあある会長が、もし私が会長になったら、当時現役だったペップ・グアルディオラを、スポーツディレクターにすると。で、ペップはその時、私がスポーツディレクターになれば、そのファン・マヌエル・リージョをバルサの監督にすると、まあ公約にしてたそうですね。まあ実際、その会長は残念ながら選挙で敗れたそうなんですけど、まあもしその時の会長が勝っていれば、その神戸の新監督になる人物はバルサロナで監督をしていて、まあ今頃もヨーロッパのトップチームで監督をしていたかもしれないと。まあそういう人物らしいですね。まあ、ちなみにリージョじゃなくてその時監督になったのはライカールトみたいですけど。まあそういう監督がヴィッセル神戸に来ると。まあペップがね、自分の基礎を作ったという監督でクライフと並んで、自分の基礎となったっていうぐらいの人物が J リーグに来るって考えると非常に楽しみですよね。で、しかも、実際にペップ・グアルディオラが最後に現役を過ごしたチームがメキシコのクラブなんですけど、その時の監督もリージョだったらしいですね。だからリージョの下で一度プレーをしてみたいというか、彼の戦術を学びたいということで、彼はメキシコのチームで最後プレーして、で、現役生活を終えたと。で、リージョが最後に、なんかリーガの監督だった時の対戦相手がバルセロナで、そのアルメニアの監督だったんですけど、8-0で負けて、ペップのバルサに負けて解任されたらしいですね。まあそういう、まあスペインでもまあ忘れ去られつつある人物といって、言っていいのか分かりませんけど、まあそういう人が一応 J1 の監督になると。まあ、J2 だったらね、そのロティーナだったり、リカルド・ロドリゲスとか、ね、スペインの監督が来てましたけど、J1 に来るっていうのはまあ、新たにどんな風を吹き込むのか、まあイニエスタだったり、ポドルスキーいますんで、もうすごい楽しみですよね。ということで、このミクちゃんグループは、ヴィッセル神戸を応援しています。頑張れ、神戸、頑張れ、マリージョーじゃなくてリージョー。